しくお願いします。はい、藤本美希です。よろしくお願いします。こんにちは、ようこそお越しくださいました。やっぱりもうちゃんと食べるとちゃんと寝るっていうのがもう基本だと思うの で大谷選手もね、寝るのすごい大切にしてるっていうぐらいですから、やっぱり人ってなんかこうね、寝て回復するっていうのをすごく感じるので、本当に疲れた時とかはもう絶対すぐ寝ます。でもお忙しいじゃないですか、うん、お仕事、はい、そして家事、うん、育児とお忙しい中でも、はい、睡眠はきっちりキープ、うん、そうですね、なかなか時間をちゃんと取るっていうのは難しかったりもするんですけど、もうやっぱり家事こう別にしなくてもいい家事よりも今日は早く寝ますって言って寝たりしますね。なるほど、うん、本当に睡眠を大切にすると体も心も変わりますもんね、はい、いや本当になんかちゃんと寝て体がすっきりするっていうのは本当に一番大事だと思います ね、うん、さあそして今日はですね、藤本さん、はいはい、本イベントの応援アンバサダーに就任いただきたいと思っております、はい、お願いいたします。よろしくお願いします。お、ありがとうございます。さあ何をご用意くださったんでしょうか。かわいい、あの実は、はい、寝るマットレスのシングルサイズを圧縮して、はい、段ボールに入れた時のサイズがこちらのパネルの実際のサイズになっています。小さいのか、はい、そうですよね、はい、あのこのイベントを通して、うん、まあ、いいマットレスであったり睡眠の重要さっていうのを、うん、まあ、藤本さんアンバサダーになっていただいて、はい、ご協力いただいて、はい、皆様にお伝えできればなと思っておりますので、ぜひぜひ、その証としてこちらを贈呈させていただきます。ありがとうございます、はい、それではお渡しいただきまして、お二人で持ってフォトチャンスとしたいと思います。皆さんご撮影ください。あ、寝つきは子供たちはよくって、私もよくって、なんか庄司さんがやっぱプロテイン飲んでるからか、夜中に 2,3 回トイレに起きるって言ってました。はい、お子さんたちはその悪夢とか怖い夢見て泣いたりとかないんですか。あ、最近一番下の子もなんか小さい時って夜中になぜか泣くみたいなのあったりするんですけど、一番下の子も3歳になってきて朝までぐっすり寝ますね、うん、うんうん、いやそうですね、もう本当にあのそうですね、デビュー当時は本当に寝る時間がなくって、常に気絶状態で寝てたし、本当に楽屋とかでちょっと時間が空いたら楽屋と言っていいかな、テーブルの上で寝たりとかしてました。はい、テーブルの上になんかこうベンチコートみたいなの敷いて、ちょっと寝かしてくださいって言って寝たりとかしてましたね、うんうん、いやでもたくさんの方にあの今までね、あの公式っていう意味では見れなかったので、すごい嬉しいっていう声は聞きますし、可愛かったねっていう声はいただきます。お子さんはそういう、はい、あの過去の藤本さんの MV とかって見たりするんですか。あ、そうですね、なんか見たりしますね、たまたま、まあ、わざわざ見せるってこともあんまりないですけど、たまたま見たりとかはしますね。これママとかって言って、はい、喜んでますやっぱり、うん、それを見てまた安眠するみたいないや、そうですね、あー可愛かったなって言ってよく眠れます何の話なんですか。はい、ありがとうございます